スーさんのところに遊びに来たら、はい、謎の練習器具があったので、イエーイ。早速試してもらいましょう。こういうの見たことあるんですよ。はい、だけど、あんま日本で使う人、はい、昔ありましたよね。ちょっとパッと見のデザインは、うん、前からありましたけど、うん、こういう、なんですかね、右腕、左腕、まあ、こんなような。これ僕何のためのものか知らないんですよ、はいはいはい、そもそも、はい、一番はクラブの、その、まあ、向きって結果の方じゃないですか、はい、でも実際自分で管理してるのって手元からなんで、はい、自分の手元とクラブの関係性を振ったり打ったりしながら、あ、ずれたねとか開いたねとか閉じたねとかっていうのが自分で体感できるようにしましょうと、まあ、打ってみましょう、やってみましょう。これつけたまま打つんですか。そうですそうです。怖くないですか。さあ、怖いかどうかも含めてちょっとやってみてください。ちょっと、まあ、最初にじゃあ、こうすんの。こうすんの。につけようとしない。普通でいいですか。はい、まず普通に打ったらどうなるか。開いてますけど。はいはい、開いてます、ね。開いてていいの。で、ちょっとトップまで行ってみましょうか。トップ。はい、おお、はいはい、今こうなってると。はい、これでも全然関係ないとこ行きましたよね、はい、で、今度はちょうど右腕と左腕両方手首にカパッとこうはまるかかるようにちょっと振り上げてみてください。ここ結構好きかも。お、無理に腕の方がじゃなくてですよ。カパッとこう入るような上げ方にちょっと変えてみましょうか。はい、行きました。トップもできました、うん、そうするとその後がそのままダウンスイングを少しずつしていくと自分のいいタイミングでインパクトがしやすいですよと。はいはいはい、はい、ちょっとこうなってるの嫌なんですけど、はい、要するにちょっとずれたずれないを、はい、まあ、後ろに先生を置かなくても、うん、自分でまあ体感できるってことですよね。あ、なんか体で指導できそう。なんとなく、これはもう自分のそのちょうどいいトップってみんな違うじゃん。変えていいんですか、これ。そう、もちろんもちろん。あ、変えていいんだ。微調整はもちろんできるんで。自分がこの辺じゃねっていうところで、一回作っとけってことですか。はい、正解を探す作業をしたら、あとはその再現性を高めるところなんで。例えば、今で言ったらここをもうちょっと伸ばしたいっていう人だったら、それに合わせた位置に。これできるんですか。できます、できます。どうやってやるんですか。もう微調整しながらです。あ、ちょっと良くなった。ここの回転でやるんですね。この長さって大体一般的で人は一緒なんですか。そうですね、この距離も変えられるんで。え、こことここ、これつけるじゃん、一応持って。あ、まあ、グリップ長くもそこ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 違うじゃないですか。そっか、あ、そっか、なんとなく、あ、よくなってきた、よくなってきた気がする、うん、じゃあこれ基準でちょっとやってみましょうか。お、無理に合わせようとしない。まずちょっと何にもないつもりで打ってみてください。打つもう打っちゃう、ないつもりで、はい、怖いな。はい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 、はい、なるほど、はい、じゃあ今度はちょっとその位置を気にしながら飛ばなくてもいいんで、はい、はい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 、いいんじゃないですか。で、今度はちょっと意識しながらちょっともうちょっと振ってみましょうか。振る、はい、要するにコースで出す、出す飛距離もちょっと意識しながら。ほう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 、あの球当たる瞬間が全く意識できなくなったんですけど、はいはいはい、全くここしか意識できない、はい、よく当たってるな、うん、なので、まあ、練習器具ってまあ半分矯正の要素もあるじゃないですか、はい、もう一つあと安定感、はい、なので練習器具一つがこう全てを変えてくれるわけじゃないわけですよね。ただ宮下さんの場合はそのトップの切り返しの意識がいったってことは、やっぱりそこにいい悪いの差がちょっと激しいエリアがあるっていうのはこれで教えてくれてるわけじゃないですか。僕が一瞬いいなって今言われて思ったのは、はいはいはい、
この瞬間からめっちゃ握るのはなくなった。お、それはじゃあかなり違いますね。うん、はいはい、あのこれはなんか前々からよくいろんな人に言われてた、はい、力みが強すぎる、はい、これは絶対になくなったからいい気がする。もともと何がしたいんですかこれって。やっぱり腕とそのクラブ の, そのシャフトと腕の角度と位置関係、うん、まあ、知らないうちにこうねじれたりよじれたり、はい、番手によって変わったりしますから、うん、そこの関係性を、きちんと管理するっていうことと、あとはその手首 の, その柔軟性でいうと、この角度ってやっぱり保ってるうちはどこからリリースするかとか、うん、それに合わせた使い方ですよね。それをやっぱりこう一定の範囲でまず教えてくれるっていうのはこの練習機の一番、いろんな使い方ありますけどね、うん、はい、なので自分が結果が出る使い方をまずするっていう、なんかでも結構哲学的じゃないですか。そのこの辺行っときゃ大体間違いないよっていうベースがあるのは分かるんですけど、はいはいはい、トップを自分で作りなさいっていうことですか。大体この辺合ってるから、うん、まず大体のここから明らかに外れるのにものすごくいいってのないじゃないですか、うんうん、はい、ここは大体合ってるから、あとはちょっとフィーリングでやっていって、いい感じになってれば、大体いい感じが収まってるからっていうこと。ただこういうのがあることで、今日と明日と明後日のその差が自分で分かりますよね。ピタッと今日来てるのに明日明後日ずれたら、はい、同じ状況でずれたらやっぱ違うってことですよね、はい。自分でその調子のバイオリズムとか形の変化を読み取る。いいツールだと思います。この基準点はどの辺に作ればいいんですか。なんか毎日変わりそうな気がしてて、まあ、まずはまっすぐからですよね。じゃあ、まあ、これちょっとグリップが裏なので、はいはいはい、まあ、こう正面に文字のあるものだったら、はい、でちゃんとこういう説明書がついてますので、はいはい、それに合わせてまずつけてみると、うん、ですよね。まず基準点作っといて、はいはい、そこからですよね。もちろん、うん、で打ってみたものをそのレッスンプロットを見たり、はいはい、球筋を見たり、自分のやりたいこととちょっと違う部分はカスタマイズすればいいわけなんで、こういうのちょこちょこっとね、例えばもうちょっとボールを捕まえたい人、逆に、はい、フェードボールを打ちたい人で、微調整は当然変わってくるんで、はい、今言ってても思い出したのは、はい、こうなったら、はい、球の動きとかヘッドの動きは何も変わらないです。同じ球筋しか出ないっていうのは分かります。なんか、はいはい、同じでした、はいはい、こういうの起きないです、はいはい。手が例えばこう手首を使いすぎる方だと、はい、この距離をすごく詰まったところからスタートすればすぐにこう圧迫感があって、はいはい、あんまりこの動きが大きくなる、このまんまでした、はいはいはい、だから手が暴れる人はいいかもしれないですね、はいはい、僕暴れるんで、さっきすごい目に見える場所じゃないんで、はい、ボール見てますからね、はい、それをなんとなくこの辺で教えてくれるっていうのはすごいいい先生だと思うんですよね、うん、が基本的な使い方、はい、あと何かいろいろあるんですか。これはでもいろんな場面でそのダフリとかトップに直結する場所なんで、はい、シャフトで言ったらこう縦の動きに直結する場所なんで、はいはい、自分の感覚でそのスピードを出すっていうことと、うん、ダフリトップをせずにインパクトするっていう、はい、ダフリトップは減ると思います、ね、間違いなく教えてくれるんで、はい、これは減ると思う。僕はこれはすごいあの好きな先生の一人ですね、練習機としては、はい、絶対減ると思う。それはでクラブのドライバーとアイアンで違うかもしれないんで、はい、クラブごと の, その思い込みとかそういうのをなくすのにもすごいいいと思います、うん、あとは流行り の, その、なんとかスイングとかを自分で試すときに、好影響として取れるのか、それともちょっと自分のバランス気になるとか、まあ、そういったものを取り入れる指標にも使えるんじゃないですかね、うん、まあ、いろんな使い方をすると思います。何かしらの基準点になるってことですよね、はい、そのトップからの動きが、ね、はい、これは非常にあの画期的って派手じゃないですけど、すごくベーシックな、はい、王道だと思います。やれば分かるやつですね、うん、やれば分かるやつですね。これ何どこで売ってるんですか。これゴルフパートナーで今だと買えますかね。あ、そうなんですか。はい、へえ。店頭にももう置いてあると思いますよね。あ、買えるんだ。買えます買えます。で多分お店に行けば一回ちょっとこうクラブで試せると思いますので、うん、はい、お店でね、はい、あ、でもこれはいい。僕はこれ結構使ってます。何回かやらないとこういうチェックの仕方は、うん、で何が何でもくっつけるとかそういうことにこだわらない方がいいと思います、はい、一つのこういう練習器具のその
まあ、僕からの個人的なコツとしては、はい、練習器をつけてるときはないつもりで使うのが一番。これがないつもりあるし。ありますあります。で取ったときにあるつもりで打てる。あ、じゃあやりましょう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 。この感じです。これをつけてるときだけいいスイングじゃちょっと困るじゃないですか。取った瞬間また元に戻っちゃうの怖い。止まった。はい。あるつもりだと止まる。意識過剰だったんでまだまだ馴染んでないんですね。当たった、下ろした。だからやっぱりこう練習こうな馴染ませるっていうのではちょっとこう一定期間いやいいと思います。面白い、はい、あの自分を見比べられる。めっちゃ意識してますけど、はい、ありましたよ、はい、ありましたありましたありすぎて、はい、止まった。そうですね、はい、パワーパッケージです。練習場にいるのが好きな人もいいですね。いや練習場打ち放題とかで、はいはい、2、3時間これでアプローチやったりショットやったりドライバー打ってたら、はい、アプローチもいい。勝手にフィーリング変わると思いますよ。アプローチは絶対いい、はい、アプローチ僕パターンもおすすめですね。あ、そうっすか。やっぱこういう固定その手首の角度を見てつければいいとかじゃなくて、やっぱりその距離感で、うん、クラブのその直結する動きが、はいはいはい、一定角度保ったりとか、はい、いいショットの時は例えば左手がギュッとくっつく感じがあるとか、うん、右手がギュッとこう粘ってる感じがあるとかっていうのをそのイメージするのか。あ、それはやってみたい。なかなかゴルフのこのためそれついたまま打てはやってみたい。こうちょっとあ、かっこいいかっこいいかっこいい。僕なるじゃないですか。かっこいいっす。はいはいはい。それはやりたい。ちょっとキャメロンチャンプ的な、はい、こうダウンスイングしたいとか、はい、やりたくなるじゃないですか。女の子やってるんですよ、はいはいはい、無理やっちゃうねどうせっていうののここを教えてくれる、はい、いい練習機だと思います。分かりました。僕はちょっとこれでいろいろちょっとスイング改造僕の趣味なんで、はい、やりたいなと思ってます。じゃあ皆さんこれゴルパーで買いましょう。そうですね、はい、いくらですか。詳しくは店頭で店頭で、はい、いいと思います。はい、はい、なんて名前。パワーパッケージゴルフ。パワーパッケージおすすめです。おすすめです、はい。